本日、内堀雅夫福島県知事に対して、避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署名を提出いたします。原発事故はまだ終わってないんです。国が主導じゃなくって福島県がやらないと、私たちみんな路頭に迷うようになります。県民の命を守るために、早期速やかな決断をお願いします。やはり今後 の, その延長等につきまして、地元福島ですね、除染とか、インフラの整備状況、当然、復興公営住宅とか、そういったものの整備状況を踏まえて、すみません、はい、区域外ですと、復興住宅は何も関係ないんです。はいはいはい、ただ、関係ないっていうわけではなくてですね、検討しましたら、やっぱり避難地域の方々もいらっしゃいますので、そういった避難されている方々、皆さんのことを、考えながら対応しなければいけないというのは、現時点ではどうなんだろう、去年だと5月の末に延長出してますよね、はい、もうそういう時期なんですよ、ね、いつ結論が出るんですか。それは相手もありますから、国もありますから。じゃあ、あなたたちはいつまでに結論を出さないといけないと思ってるんですか。それはお話しあった通り、早急に出すと。早急はいつですか。早急って言ってたんですか。それも含まれているようにしてる。延長してくださいって、ちゃんと国に言ってくださいよ。国は福島県がそういえば OK するんですよ。避難元の自治体がどういう要請をするかにかかってるじゃないですか。それを延長するかどうかも含めて協議しますってどういうことですか。問題は福島県の動向なんですよ。それ分かってますか。はい、分かっております。あなたたちが県外避難者の人たちの命を握ってるんですよ。帰還させたいから延長するの渋ってるんじゃないんですか。放射能をきれいにしてくれたらいつでも帰るよ。そうです、汚染がなくなればいつでも帰ります。福島県に残ってらっしゃる方々が、避難者は宝ですって言ってくださいました。私たちの避難の権利が確立されないということは、ますます福島県のに残っている人々の命が脅かされるということになると思います。県としてはですね、除染をしてですね、あと、除染で本当にきれいになるんですか。インフラを整備したりしてですね、戻れるような環境を、それで戻れるようになれればいいですけど、それができるまで延長は判断しないようですか。今ですね、一生懸命国と協議してますから、いろんな要素なんです。それだけじゃなくていろんな要素が分かりますよね。打ち切ったからってそう簡単には帰れないですよ。本当に路頭に迷いますよ。だからね、本当にね、どれだけぶっちゃけ家賃負担できんねんって話をねしたら、ほとんどないですよ。できる人はもうすでにもう新しい生活を始めてあります。だからこう、例えば公営住宅に移って公営住宅の家賃、月1万とか2万の家賃でも本当にギリギリの人たちいっぱいいるんですよ。どうやって集めるかとか分かりますよね。ただ本当にどのめぐりしててもしょうがないので、逆に福島県から今何か発表できるものがあるのであればしてください。ないですか。現時点ではありません。よろしいですか。